西口自らのヒット気迫で1点をもぎ取りました。こういうのを見ますと打線も気持ちが入るんですね。もうあのこのままあの1点で終わりたくない、あのイニングになりますよね。その気持ちが結果に出るか中島。一方最も手強い相手と苦しいところで勝負を迎えました沢村。沢村自身も今日のマウンドにかけています。変化球左中間ボールが伸びてどうだ、入りました。上段に飛び込むツーランホームラン、今シーズン第3号。試合中盤一気に流れを引き寄せる主軸のホームラン。この回はピッチャーの西口のヒットから始まり、それを見事打線でつないだ埼玉西武ライオンズ、一気に2点追加、4対1、リードを広げました。中島決めました。いや、吉村さん、3度目の対戦でさすが中島という、そうですね、コース自体はどうだったんでしょうか。いやいや、あのスライダーがやや甘く入りましたけども、もうあの完全にその中島が狙い打ったイージースイングですね。もう完璧ですね。飛んだと、はい、久しぶりのホームラン気持ちよかったですという中島ですね。この当たりもうほぼ完璧という打球が左中間に飛んでいきました、まあ、吉村さんからも、もう完璧な当たりだというお話ありましたけれども、5月1日以来ですから1ヶ月以上ぶりの第3号ホームランでした。右にこの打球も伸びていく、中島の右方向伸びる、入りました。2打席連続ホームラン。5月1日ぶりに1本、そして2打席連続でもう1本、見事に追加点、中島のホームランで5対1。今度は右、この中島の右方向は本当にボールが伸びます。5対1です。このところもう打線は心配していませんと話した渡辺監督、笑顔で中島を迎えました。いやー、吉村さん、今度は右方向でした。もう完璧に狙い打ちですね。あ、そうですか。反対方向ですね、狙い打ちというのはある程度外に投げてくるであろうという。そうですね、もう左のサイドスローですから、インサイドの棒を引っ張るという意識は全くなかったように見えますね。